今回のテーマは打ち方、オーバーアクション。エナジーボールを打つ際に重要なポイントとなるオーバーアクションについてお伝えしたいと思います。腕のデバイスにはジャイロセンサーと呼ばれる角度を感知する機能があります。腕を動かしすぎるとこのジャイロセンサーが狂ってしまい、一時プレーができなくなります。これをオーバーアクションと言います。たくさん打とうと連打をしたり、格闘技のパンチのように腕をねじったりするとオーバーアクションになりやすいです。これを防ぐためにはまっすぐ前に腕を突き出し、一球一球丁寧に打つことが重要です。波動は実際の振りの強さや速さには左右されず、すべてステータスによってコントロールされます。その点が AR スポーツの醍醐味とも言えるでしょう。